二見の道と東海道二見の道は、浜名湖の北側、本坂峠を経由して、静岡県岩田市見附町と愛知県豊川市、小湯町を結ぶ街道である。上代には、天竜川の下流は岩田の海と呼ばれる湖で、東側に大野浦という湖もあったため、この道は、東海道の本堂として利用されていた。道程約60キロメートル。地震などで、 浜名湖南岸が通行不能になった後に迂回路として利用された。本坂峠を経由したことから本坂市、本坂通、本坂道、本坂街道などと呼ばれた。戦国時代に街道が整備され、江戸時代には東海道に付属する街道とされた。幕末頃から姫街道の故障が見られる。静岡県西部から愛知県東部にかけて本坂峠を越えて、 浜名湖の北側、三河日を通る経路は、戦士時代から存在しており、周辺には、縄文、弥生時代の史跡も数多い。城代には、天竜川の下流は、岩田の海と呼ばれる湖で、東側に大野浦という湖もあったため、この道は、東海道の本堂として利用され、二見の道と呼ばれていた。岩田海や大野浦の水が引いた後、東海道が、 浜名湖南岸を通るようになり、往来が盛んになると、二見の道は錆びれていき、裏街道としての役割を担うようになった。この頃の宿駅には、宝月駅や、ちょび駅があった。中世には、地震などで浜名湖の南岸が通行不能となった時に利用されていったことが知られている。近世になって、16世紀初めに浜名湖南岸に今、切り口ができ、 都戦が必要となったことが本佐古市の往来が再び盛んになる契機となった。戦国時代には徳川家康の堀川城攻めや遠州に攻め込んだ武田信玄の軍勢と徳川軍との三方ヶ原の戦いなどの際に軍勢が街道を行き交い交通の要衝として関所が設けられた。天正年間には本田作左衛門によって新宿が設けられ、 街道として整備された。二見の道本坂峠を越えて、浜名湖の北側、三河道を通る姫街道の経路は、上代には二見の道と呼ばれ、当時は天竜川の下流が岩田の海と呼ばれる湖になっており、その東側にも大野浦と呼ばれる湖があって通行できなかったため、東海道の本道として利用されていた。大宝2年に、児童上皇が三河に行行行して、 三河の国府にいたり、水戸の港から乗船して、伊勢を経由して帰郷した。この時、上皇の三河行行に同行していた歌人の高市国人が三河の国府で、それまで堂々していた旅の女と別れることになり、妹も我も一つなれかも三河なる、二味の道へ分かれかねつる、高市国人、万葉集巻、第三と歌を読み、これに応じて、旅の女が三河なる。 二見の道湯分かれな場はが生も我も一人かもいかん、旅の女、万葉集巻、第三と変化したとされる。歌に読まれた二見の道は、三河の国府の西にあった五湯の欠陥から南へ折れで、水戸へ向かう道と分岐し、そのまま闘進して、とう海国へ向かう道のことを指していたと見られている。二見の道は、江戸時代の経路と全く同じ経路を通っていた川、 半然としないが、三河の国府から木賀までは、ほぼ同様の経路をたどっていたと見られている。木賀から、先の経路について、内藤は、古道は真東に進み、三方原北方、岩田市の社山から、周知郡森町方面に向かっていたと見られているとしており、木下は、静岡県側では、東う海国の国府で、東海道と分岐していた、と推定している。また三では、 三河日を通って浜松に抜ける道だったとしている。1907年の大日本地名辞書では古代は二見路と称せられたとされている。宝月駅と本坂の五原岩高いや大野浦の水が引いた後、旅人の往来は浜名湖南岸へ移動し、上岸四年に浜名の橋が作られた頃から往来が本格的になったと見られている。浜名湖南岸の往来が 盛んになると、二見の道は、錆びれていき、裏街道としての役割を担うようになった。871年の、モント実録巻1には、842年8月13日に、立花の早成が、とうとう海国の、河月駅まで行ったところで亡くなった、との記述がある。本坂峠を、静岡側に下ったところにある、本坂の地名は、 本月が点火したものであり、また本坂の東隣にある、日久沢には、宝月山という山があるが、これも本月から点火したもので、城代はこの一帯を本月と呼び、そのどこかに宝月駅という宿駅があった、と見られている。立花の早成は、上和の変で、東国で挙兵して、無本を起こそうとしたとして、伊豆に流刑に処せられ、流刑の旅の途中に死亡した。 公的な目的で利用されていることから、宝図景気に至る道は、感動で東海道の別路として使用されていたと見られている。演技式には、宝図ーキに関する記述は見られないが、これは、液性が衰退して液路がせり、開廃されたことによるものと考えられている。また、本坂の語源は、三河の穂の国に通じる坂を、穂の坂と呼んだのが点火したとする説。 穂の国の、境から転化したとする説もある。立花神社と畑を費早成の後を追ってきたその娘は、早成が隠しすると、意外を、宝図景気に埋葬し、墓前に世を結び、二層となって、妙、おっとこし、父の母体を弔った。事件から9年後の火影3年5月に、早成の罪が許されて、正五意下を追蔵され、故郷に埋葬することが許されたため、 妙沖は、父の意外を掘り返して、代わりに、遺品の鏡を埋め、宝月を去ったとされている。妙、沖の高校は都に伝わり、称賛されたことが、俗に本気に記されているという。三日美町本坂の姫街道の沿道にある、立花神社には、立花の早成が祀られており、早成の墓と伝えられる石灯がある。稲佐軍史によると、妙沖が埋めた鏡は、 三日美町内の本坂のあたご山の中原にあった、数個の平たい石の下に収められていたが、後掘り出されて、八幡神社に移され、それが盗まれて売り払われ、岡崎にあったのを、本坂の竹兵器武器が探して買い戻し、再び、八幡神社に収めたが、1908年に、再び盗難に遭い、それ以来、行方知れずになったとされている。1925年11月に、 沖の高校を検証して、掛川出身の軍医総監、戸塚官会が、立花神社に、畑公費を混流した。かぐわしき好みあり手ぞ、立花の枯れ木も元に移されにけり、昭憲皇太后、1893年に、明沖を忍んで読んだ歌いのししび駅、とうとうみ国風土記によると、城代の二見の道は、宝月駅や、ちょび駅を経ていう玉川を渡っていた、とされている。 ちょび駅の所在地について、とうとうみ国風旅記伝の著者、内山誠流は、井の花湖の瀬戸にあったとし、城代の道は、宝月から三河日に至る前に、浜名湖西岸を南に向かい、大崎から対岸の立山へ、古城約4キロメートルを橋で渡っていた、と推測した。内山の推測は、15世紀のレンガ市、葬儀が、浜名橋は、水海より、 北の山岸なり、橋本の宿より三里余り北なり西へは浜名を街道とせられけり、本坂とて甲子山の北に今もあり、橋本は今の街道なりと記した記録や地元の古老の話を元にしていると見られており、この浜名橋は浜名湖南岸の浜名橋と区別して湖北の浜名橋と呼ばれている。内藤は長大な橋があったにしては他の歌や記録に 橋のことが記されていない、として、井の花子は、浜名子全体の別名であり、ちょび駅は、俗日本記にあるように、荒井のことを指していたのではないか、としている。池田塾と熊野保前平安時代の末期、流れが急で徒歩で渡ることができなかった天竜川では、右岸の池田の私近くに、池田塾が成立していた。源の頼朝の伊母帝、のりよりは、 吉友と池田塾の友女との間に生まれたと言われており、平宗盛と熊野御前の話は、洋曲、熊野で知られている。本野原の柳の木姫街道の五湯から豊川に、かけての一帯は、あず鏡などによると、元の玄と呼ばれた平原で、東韓気候によると、当時一帯は笹原になっており、その中を通る姫街道沿いには、 北条城康時が同票として植えさせた柳の木が影と頼むほどはなけれども、かつがつ、まず道のしるべとなるほどに育っていた。本んの原の柳の同票のことは、東海道名所杖に紹介されており、道図や五十三次名所杖に描かれている。豊川の宿駅の衰退同じ、東間機構には、昔は姫街道沿いの豊川の下半にあった、豊川の宿駅が、 よく利用されていたが、その頃には、より南に位置する、しかすがの私で、豊川を渡り、豊橋に至る道が、よく利用されるようになったため、豊川の宿は、さびれていっていたことが記されている。湖北の浜名橋、東東海国では、大永12年、文明7年、明王7年と3度の大地震を経験し、浜名湖南岸の浜名の橋が流されて交通が止まり、 東海道が浜名湖の北を迂回していた時期があった。前室の葬儀が記した古北の浜名橋は、東都海国風土記伝では、大崎、立山間に架けられていた、と推測されているが、この時に架けられた仮橋か、あるいは、葬儀の言う、橋本軸より三里ほど北の山岸にあたる稲佐細いに架けられていた橋のことではないか、と見られている。1601年に、 江戸幕府によって宿駅の制が敷かれ、同じ頃、木ヶ関所が置かれた。本坂市の道は、本坂通、本坂道、本坂街道などと呼ばれた。また東海道三つ宿塾から天竜川の池田の私の間を南に迂回していた東海道の本街道に対し、三つ宿塾から真西に進む池田近道が徒歩の旅人に利用された。 1707年の宝永地震による津波や、1854年の安政の大地震などにより浜名湖南岸が通行不能となった際に、本坂2は迂回路として利用され、通行量が増加した。明和元年に、幕府は本坂2を道中武行の管轄とし、東海道の一部と位置づけて、一定の通行量に耐えうるように整備し、浜松宿から木が三日火及び、 すを経て、ご湯塾に至る間の、各宿を指定した。江戸時代初期の、本坂道は、東海道の安間の一律下から、篠宿塾を経て、飢餓に至る経路をとっていたが、火災や浜松塾の繁栄に、反比例して、通行量は減少し、衰退していった。江戸時代後期になり、爆繁体制が衰えて、おかげ参りなどの機会に女性が、 比較的監視の緩い脇道を通り抜ける機会が増えた頃から本坂道は姫街道と呼ばれるようになった古称の由来は東海道の本堂である新居の関所での取り調べ船での都会もしくは今切れの後の縁起が悪いことを嫌って利用した女性が多かった古くからある道という意味の姫街道が点火した本堂男 脇道を女とみなした、など諸説ある。明治維新政府によって、全国の関所と東海道の宿駅天馬所が廃止されると、姫海道は、海道としての使命を終え、その後は、地域の生活路として利用されるようになった。明治以降に新たに付設された新姫海道は、稲佐峠を南に迂回して、浜名湖岸を通り、本坂峠越えは廃されて本坂トンネルを、 通過するようになった。旧ュ目街道は、廃道となったり、新旧ュ目街道が重なる区間では、福音の拡張工事が行われ、飢餓から三歩を払ういわけにかけて、道の両側にあった松並木の片側が取り払われた。すせのジャーナスせのジャーナは、すせから本坂峠への上り口近くにある深さ50メートルほどの小入道で、縄文前期の洞窟住居跡だったとされている。 国の指定史跡となっている。月間、分岐点の日ご湯の東海道と姫海道の分岐点には2003年現在、常夜灯が建てられているとされており、1972年、当時、古い石碑が建てられていたとされている。詐欺坂上の場所奥1972年当時、ご湯からほど近く、西、明け寺の入り口近くの姫海道のかつて、 詐欺坂と呼ばれた坂の上には、馬蕉の区比が立っていた。影楼の我が肩に立つ上子かな、松尾馬蕉、姫街道の御湯、詐欺坂上に立つ区比より月が国城後月が、国城、西号局を出した、三河西号氏が、戦国時代にこの街道を支配するため築城。江戸時代にはすでに城ではない。愛知県豊橋市須瀬町和う山三群城。 須瀬一律か須瀬一律かは、道の両側に残っており、どちらも直径10メートル、高さ2メートルほどでほぼ円形をしている。2011年当時、豊橋市文化財の指定を目指していたとされ、2012年に西側の塚が豊橋市の史跡に指定された。本坂一律か現存する貴重な一律かとして、1992年に浜松市の指定文化財となった。 2003年現在、三日日から本坂峠に至る区間は、三日日町内で、最も保存状態が良く、本坂一律家は、当時の様子をよく残している、とされている。鏡岩本坂峠の東側には、大きな磨いたような岩が垂直に立っていて、鏡岩と呼ばれており、その下には、椿の原生林が続いている。姫岩旧目街道の静岡県側から、 稲佐峠へ登る途中に、そこから見る浜名湖の景色が、最も美しいと言われている畳一畳ほどの平たい、岩があり、姫岩と呼ばれている。江戸時代、姫岩近くには茶屋が作られていて、平石ご休憩所と呼ばれており、大名行列が通行する時には、近藤家の家臣が出向いて、湯茶の接待をしたと言われている。水は2キロメートル南にあった、 その様井戸から組んできていたとされ、1997年、当時は、姫様井戸と呼ばれていた。1972年当時、姫岩やヘッツイアとは、干木に埋まり、探さなくては見つからない状態になっていたとされていたが、1997年当時には、石の横に休憩所が設けられており、休憩所の前後には、石畳が敷かれている、とされている。 大ららぼっちの池と薬師堂上稲佐峠を東から西に越えたところの岩根集落に大ららぼっちの足跡だと言われている大ららぼっちの池と天保を6年に再建された薬師堂がある薬師堂は松陰佐峠を越えてきた旅人の休憩所として使用されていた姫街道の松並木1959年に浜松市が各青い東の三方原追い分け交差点から 西九大船長までの約4キロにわたる松並木は同市の指定史跡となった。1950年代 -1960 年代には300本以上の松が残っていたが、松食い虫の被害などで年々4、5本ずつ減少したとされ、2014年には240本、あまり2015年には206本が残っている。 2008年に浜松市は保存管理計画を策定し、将来的な補食や代替のためには浜松フラワーパークで苗木を育成、2015年にし、立ち青い日照で配布するなどしている。ありがとうございます。